こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。動画は続きものになっているので、第1回目から見ることをお勧めします。お急ぎの方は、最初の4本の基本講座をご覧くださいね。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。皆さん、潜在意識は過去の自分でしたね。つまり、潜在意識の中には過去の自分がまだ生きているということでしたね。現在、あなたが仕事をしている時にも、あなたの深い心の中では過去の自分が活動しています。心の中には子供の頃の自分もいます。すると、仕事をしながら、なんで私がこんなことをしなければいけないの?と思っているかもしれません。すると、だんだんと疲れてきますよね。こんな時、現在の自分は大人ですから、仕事だから頑張るのは当たり前、と思っているでしょうが、心の中の子供の自分は納得しません。今日は、そんな時の癒し方をお教えしましょう。そういう時は、心の中の子供の自分を褒めてあげるのです。今日のテーマは、潜在意識の自分を褒める方法です。例えば、上司に認めてもらいたいのに、認めてもらえない、というような場合、ストレスがたまりますよね。こんな時は上司に期待するのではなく、自分で自分を認めて褒めるのです。なぜなら、褒めてほしいと思っているのは、あなたのインナーチャイルドだからです。大人の自分とインナーチャイルドの対話の仕方を基本講座4で学びましたね。それを応用できます。これはとても効果のある癒しですよ。では、やり方をお教えしますね。基本講座4で学んだように、目を閉じて、目の前に6歳の自分をイメージします。そして、その子にこう言いましょう。あなたはよくやっているね。偉いね。頑張っているよ。大人の自分はそれをよく知っているよ。それを3回繰り返しましょう。どうでしたか?その子はにっこりしましたか?もし、喜んでいるならば、これを毎晩言うことで、その子はそのうちに満たされて、すっきりとして次に進めるでしょう。でも、もしかすると、大人のあなたの方が、でもね、と何か言いたくなるかもしれません。あなたは認めてほしいって言うけど、本当は全然頑張っていないよ。すぐに文句を言うし、大したことはできていないのに、認めろって言ったってね。つまり、自分が納得していないことは、いくらイメージだからと言っても褒められないのです。こんな時は、結局、自分が上司に認められないのは、自分の実力が不十分なせい、とわかりますね。こういう場合は、自分でインナーチャイルドを叱って、しっかりしつけないといけませんね。インナーチャイルドは、癒したり褒めたりするだけではなく、叱ることも必要です。それはまた、別の動画でお教えしますね。今日は、自分を褒めるやり方を教えました。褒められることは何でも自分で褒めるのをやってみてくださいね。